皆さんこんにちは、宮村和秀です。今日も今からですね、時動画始めていきたいと思います。宮村流刃物研ぎは早い、強い、綺麗、選んないさに綺麗、味が軽い、私の研ぎを見てくれる世界中の皆さんに、 YouTube にアップした今日の動画はこちらです。はい、ということでですね、始めていきたいと思います。今回はですね、宮村流刃物研ぎの強み、と題してですね、その中でのテーマは往復研ぎは NG クエスチョンということですね。ちょっと説明していきたいと思います。往復研ぎというのはどういうことかと、まずその説明からさせてもらいますね。これ使いましょうかね。この刃物はですね、私のオリジナルの牛刀です。長さ長いですね、尺30センチの牛刀、ちょっと宣伝も兼ねてですけども、ここに宮村流と銘を入れておりまして、銀紙、銀さんと言われるね、そういう鋼でできているものです。往復研ぎというのは、例えばベタ研ぎで、私はベタ研ぎしませんけども、ベタ研ぎする部分もあるんですよ。片刃の裏なんかベタで研ぎとかね、そういうのあるわけですけども、普段こういう包丁とかをベタ研ぎはしませんけれども、ベタ研ぎする場合ですね、こういうふうに、今押してます往復の研ぎで、息と考えたらねいいかもしれませんけど、行き帰り往復、これが押す時の息としますと、帰りというのはこれ引いてくる時ですね、この時も研ぐということです。つまり押しても引いても研ぎますという研ぎ方ですね。往復研ぎと、そういうふうに私は言います。はい。宮村流はどうかと言いますと、これ今砥石じゃないです。これ砥板って言って、これ板ですね。砥板でしております。宮村流はそうではなくて、今これ表を研ぎますけどね、今から。表の法則でいきますと、表で終わりますから、裏も研ぐ場合ですね。裏は刃を前にして研ぎますけども、こういうふうに引いて研ぎます。これをこういうふうに往復はして研ぎませんね。いつもですね、この背中側、背の方を前にしてこう研いでる。そしてですから表の場合は背の方、こちらですね、背の方を前にして、こう、その場合は押して研ぐわけですね。こういうふうにするのが宮村流です。つまり肩一方だけですね。はい。背に向かっていつもこう研いでる。刃に向かってじゃないですね。これをもし、刃に向かって研ぐとどうなるかと言いますと、宮村流ですよ。表を研ぎますと、これは砥石じゃないですよ。砥板ですよ。はい。ですから石より軽い、柔らかいですね。表を研ぎます。その時こうですね。もしこれで裏も研いだらどうなるかと、角度がこう変わってしまうかもわかりませんね。表片方だけで研ぐだけでもなかなか角度決まらないという方が多いですよ。ほとんどの人はそうかもしれませんけども。これでやっと角度の練習してブレないようになってきたのを、これ逆にまた引く時も、この研いでしまうと、最初にこう押した時に研いでる角度とまた違う角度になる可能性が非常に高いですね。もしそうなるとどうなるかと言いますと、角度が2つになってしまう。またいつも違う角度で研いでしまうと丸研ぎになってしまう。そういうことがあるわけですね。丸研ぎになってしまう。つまり往復研ぎをすると丸研ぎになってしまう。そういうことと、もう一つですね。表を研ぐときに、
こう、この角度で押して研ぎました。これ引くときも研いだらどうなるかいきますと、こうなるんですよ。進まない。進まないですね。なぜ進まないのか。この研い板を切ってしまうと思います。もう一遍しますと、まあこれ、こっち押さえていて、片手で研ぎますと、まあこれ研い板でですけど、こうなるんですね。こうなって端っこまで行きました。で、帰りも研ぎますと、ここは動かない。これ何かと言いますと、この刃物、つまり今牛刀ですね。牛刀で研いた、この板を切ってるんですよ。これ。切ってしまうと。切ってしまうので、もう動かないですね。この場合は。研い板の場合はね。でも、研い石の場合は石ですから硬いので、そういうことはないかもしれない。でも実際は切ってるのと同じです。つまり刃がですね、この、まあこれ、研い石。実際は研ぎませんけども今。こうなって、こういうふうに研い石を切ることになってしまう。そうすると刃にどうなるかというと、それは切れなくなるでしょう。おそらく。私それしたことないでわからないんですけども、そういうことになってしまっているということですね。それは2つの理由です。つまり、往復研ぎは NG、クエスチョンマークですけども、私はしません。はい。刃をつけるために、もう一度この、研い板でしますと、刃をつけるためにですね、これは板ですけども、研い石として、こういうふうに、研ぎます。これ刃をつけるためにしてるんですね。薄くするためじゃないです。刃をつけるために表の法則で表をこう研ぎます。そうするとですね、ここに刃がついて、返りと言われるものをこう、返るわけですね。で、私は薄くするんじゃなくて、刃をつけたというイメージです。実際、使ってると、摩耗して、その刃っていうのは目に見えませんけども、ノコギリのような形をしているようですね。その電子顕微鏡での写真によりますと。で使ってると摩耗して、それがだからなくなってくると。ですからまた研いでそれを刃をつけるというのが宮村流です。しかし、そういう考え方じゃなくて、刃を薄くして切れるようにしようと。で、最後、まあ、新聞とかね、そういうもので、帰りを取って使うというイメージでは、イメージとか、そういう研ぎ方をしていると、それは、まあ、帰りじゃない、まあ、言っちゃ悪いですけど、帰りに悪いですけど、邪魔というね、まあ、悪のようなものになってしまうわけですけど、私はそうじゃないんです。ですから、刃をつけるために、この背の方ですね、刃じゃない方を前にして、このように、この場合は押してますね。で、裏を研ぐときは引きます。そのようにして研ぎているということです。理由は、そうですね、往復研ぎをすると、丸研ぎになってしまう。そして、砥石を切ることになってしまう。というのが、まあ、私の今の、まあ、見解ですね。往復研ぎは、私にとっては、まあ、NG であるということです。しかし、そう思われない方もあると思います。まあ、それは自由ですね。特に、先ほどもお話ししましたけども、宮村流では刃をつけるために研ぎますけど、薄くするために、薄くして切れるようにしようという考え方ですと、滑りがいい方がいいわけですね、こうね。はい。こう滑る方がね、リズムカルで。宮村流は、私の場合は、これ今、板ですけども、砥石で研ぐとき、一回で刃をつけることも多いです。はい。そして、ですから、滑ると困るんですね、逆にね。はい。滑ると困る。つまり、しっかりと、研いでる感覚がある方がいいということです。そして、そういうふうに研ぎますから、逆方向に研ぐということはもう、NG もいいところですね、私の場合ね。はい。角度が変わるという、変わらなかったとしても、砥石を切ってしまうという理由がありました。そして、もし、こう、往復できたとしても、丸研ぎになるので、という考え方ですね。はい、ということでですね、往復研ぎは NG かどうかということの説明でしたけど、今からですね、実際に刃物を研いで、いきたいと思います。使う砥石はですね、これ短い目の、浅木というタイプの
こういうタイプの砥石です。天然の仕上げ砥石ですね。はい。で、動画の中でいつもそのようにしてますけども、私はこのこちら側ですね。私から見て右側、こちらだけで研ぎます。はい。最初研ぐのはですね、このハサミ。これは、おかつねのロングタイプの植木バサミですね。これはですね、裏も研ぐですね。こういう園芸バサミっていうのは、そういうタイプを、タイプって言いますか、まあほとんど全部そうですけども、裏を研ぐ最初にですね、これも、これはベタよりも少し立てて裏を研ぎますね。こういうふうに。引いて研いでますね、今ね。引いて研いでます。往復しません。はい。そして、反対側の方も裏を研ぎます。裏ばかりこれ研いでますね。ベタよりも少し立てて、この最初、既製品って言いますか、買ってきた時からもう裏研いでありますから、その角度に合わせてですね、研いでおります。はい、このように、まあ、裏を研ぎました。今度表を研いで仕上げるわけですね。これももちろん往復研ぎはしません。表の法則ですから、今裏を研いで表で終わるわけです。はい、表、これは45度なら45度、これ最初の角度よりちょっときついかもしれませんね。でも私はまあ45度で研ぎます。45度で、はい、これもこんな風に往復研ぎしてませんね。片方だけの研ぎで研いでおります。で、こちら側の今研ぎましたから反対側ですね。反対側も45度なら45度で、このように 片方だけですね。これ往復はしません。往復研ぎはしません。これ往復研ぎしたら本当こう砥石を切ってしまう、止まってしまって動かない、まあ刃がこぼれるかもしれませんしね、力入れたら。まあそんな風になってしまうかもしれません。往復研ぎしたらですね。で、こういう風に、拭き取ります。研ぐとですね、何も切らなくても、この噛み合わせが非常にスムーズ、軽く感じます。はい、これでまあ研げたんだなと。まあそういうこともあるわけですけども、この爪に当てるとですね、滑らない、そういうこういう確かめ方もあるかと思いますね。はい、まあおかつねのこういうロングがこれで終わったということです。ですからハサミでも私は往復研ぎはしないということですね。次何を研ごうかと思うと、このナイフを研ぎますね。ここに、まあありますから名がですね、お見せしますと、オピネルナイフというナイフです。このナイフをこういうふうに、折りたたみ式ですね。それで安全ストッパーのようなここがありますから、これでこう今度は折れないようになるわけですね。はい、これを研ぎます。これも往復研ぎしません。いつもしてないわけですけども、これを研ぐのはどういうふうに研ぐかと言いますと、やはり傷をつけたくないというのは非常に大きいんですね、ナイフの場合。これは綺麗なのでね。はい。それで、もう裏側を、これ裏側ってこちら側ですね。を研ぐのが難しい場合ですね。もう表だけでもいいかなと、もう思うんですけども、それはやっぱり、それでは困ると言われる方もありますから、表の法則で研ぐんですけども、裏も研いでみますね。裏は、こちら側ですね。これを研ぐのは、このように砥石の先端部分に当てて、この根元のところですね。で、まあ 22.5 なら 22.5 度、つまり45度の半分で研ぐ場合、こういうふうに研いで、ここがこう回しますね。これなぜかと言いますと、私の場合はこの刃先とこの砥石ですね、これが当たる角度を直角にしています。45度に、こういう感じですね。45度にして研ぐ方は多いかとも知れませんけども、私は刃をしっかりつけるために、考えてしているのは直角に当てるということですね。もう一度裏を研ぎますと、それを考えて研ぎます。こういうふうに、ここまっすぐですね。直角です。
で、こっからこう丸くなってますから、これに合わせてこのように、まあ、ひねるってのはひねる。回転させるって感じです。で、これで裏が研げました。裏が研げるとどうなるかって、また表側に返りがこう出ますね。ですから、これで研げた。ね、表を研いで研ぎ終えます。仕上げますね。これ難しいかと思います。ここの R、R になってますね。これ極端です。これ包丁よりずっと R がきついです。ですから包丁を研ぐのと同じでしょうと言われる方もあるかもしれませんけども、そういうことを考えると全然違うという感じですね。こういう感じになります。これで 22.5 度で、今、砥石の一番手前にこう、切っ先を当てております。そして、直角にして当てて、こういうふうに研ぐと。これ、最後、ちょっと角度が、こう、斜めがですね、こういうふうになってるかと思います。なぜかと言いますと、そうしないと、この、ここの顎のとこ、この、まあ、唾みたいなものですね。こっちに当たってしまう。それもあって、そういうふうに、まあ、研ぐ角度が変わるというかね。こうして、ここまでこんな角度ですけど、ここで、こういうふうに当たらないように、こうしております。はい。逃げてるんですね、そういうふうにして。はい。これで逆に裏側に返りが出るようになりました。そして爪に当てるとですね、全然滑らないです。切っ先の方ってなかなか研ぐの難しくて、滑る感じがあるかもしれません。しかし、ここで全然滑らないですね。この切っ先のここの、ここ、5ミリぐらいかな。うん、ここがね、最初の新品の時からなかなかこう止まりにくいんですよ、爪に。今もちょっと滑りやすいですね。まあそんな感じです。はい、このようにして、研ぎます。そうするとですね、この、まあ、オピネル、こちらに目がまあ入ってます。これは裏の方ですけども、綺麗な新品のままで、保てるようになります。研ぎ跡っていうのは私は本当につけたくないんですけども、まあなぜかと言いますと、研ぎ跡は研いだ証だからいいと言われる方もありますけども、好みの問題ですね。私は傷だと考えますので、なるべく研ぎ跡をつけないように、絶対、まあ絶対とは絶対ですね、つけないようにしたいと思っております。ただこういう砥石ですね、硬い目の、まあ仕上げ砥石なんかの硬めではいいんですけども、粗い砥石を使うとどうしても筋が入ってしまうと言いますかね。まあ、傷じゃないんですけども、そういう風になってしまいやすいので、気をつけた方がいいですね。はい。では、続いて、のみ。これはもう古いですね。私、高校卒業して、まあ、大工してた頃に、最初から買ったのみだと思います。大内という銘が入ってるのみで、こののみは、幹で作られているものですね。はい。その頃の、まあ、研ぎ方といいますか、高校卒業生の研ぎ方というのはこんなふうに、裏をですね、ベタ裏にして、たんでしょうね。はい。まあ、時間はかかったかと思いますけども、あまり今だったら絶対こういうことはしないかと思いますけども、まあ、その頃ですね、のみのベタ裏と、カンナの、まあ、切れ刃とかね、まあ、そういうふうに、まあ、先輩とかから教えてもらったこともあったと思います。しかし今だったら、こういう下ろし方はしないと思いますね。極力裏は研がないといいますか、つけない。まあそういう研ぎ方をするかなと思いますけども。まあそれはそれで。はい。これもまあ、久しぶりですね。もう、うん十年前ですね。こういうふうにして、まあ裏を研ぎます。裏も型、往復研ぎしませんね。こういうふうに研ぎます。まあベタですけどね、裏は。そして表を研ぎます。表も往復研ぎはしません。こう切れ刃に今こうベタッとつけておりますね。これよりちょっと立てます。はい。そして叩きのみをこのように研ぎます。こっち側からこっち側からこういうふうに研ぎましたね。こちら側からこう研ぎた。つまりこうベタよりも少し立てて。こっち側がね、こう研ぎます。こういうふうに。はい。そうすると、もうしっかり返りが出ております。はい、これでですね、爪に当てるともう全然滑らないです。はい、これでよしと。こういうのを、手の、まあ、のみって言うと、このみで、私は
ステンレスはないと思うんですけどね、そんな見たことないですからね。ですから錆びるタイプですから、みんな、後でですね、まあ、油を薄く塗っておくというふうにします。それは刃物用の油ですね。はい、これで研いできました。それでですね、ちょっと砥石を書いてですね、今から研ぎます。合わせとで研ぎます。これ長い合わせとですね、これ24センチ別注でしたものだと思いますけども、これを使います。はい、最後に研ぐものはこの牛刀ですね。30センチの牛刀を研ぎます。これも表の法則です。往復研ぎはしませんね。裏から研ぎます。裏は別に、まあ、研がなくてもいいたら研がなくてもいいようにも思うんですけども、今回ですね 22.5 度でこのように研ぎます。引いてちょっとですね、斜めに、これ直角じゃないかなもかもしれないですけども、こういうふうに、まあ直角ですね、ここから R になってますから、こういうふうにします。この刃渡りが長いので砥石も長いものを使います。今研いだのもこういうふうに往復研ぎはしてません。片方、まあこれ引いて研いでますね。今ね、裏は引いて背の方が前になってこういうふうにしてこう、まあ、3回研ぎました。はい、表を研ぎますね。こういうふうに 22.5 度で、はい、で爪に当てて全然滑らないと。このまあ包丁の場合ですね、両刃の場合別に、まあ、裏は研がなくてもいいんですけどって言いましたね。私今、まあ、それで家で研ぐとき、自分のときですね、研いでません。裏はですね、表だけ研いでます。なぜかと言いますとですね、裏にあまりその厚い刃をつけたくないという、まあ、それがあるんです。それでも厚い刃ってもこの仕上げ砥石で1回か2回なんですけども、私にとってはまあそうなんですね。ですから、まあ、往復研ぎも絶対しないという、そういうこともあります。はい、ということでですね、今回は、宮村流刃物研ぎの強みということでね、往復研ぎは NG クエスチョンなんですけども、私の場合は、まあ、NG であると。ですから、しないという考え方です。しかし、それをですね、される方非常に多いと思います。まあ、プロの方でもですね、ほとんどの方が往復研ぎされてるんじゃないかなと思います。ですから私は、そういう、ね、研ぎ方に関して別に批判もあんましませんけども、宮村流ではですね、合わないのでね、その研ぎでは。ですから、片方を研ぎ、往復研ぎはしないということで、今までしてきましたし、今もそうですし、これからもそうだということで、まあ、理解していただければなと思います。はい、ということでですね、私はこのように、いろんな刃物を研ぎますね。今回も4種類、研ぎました。まだ他にもですね、ニッパー型爪切りとかそうした小さい、ものも、こんなん研げるのというのもあるわけですけども、こうした研ぎとかですね、宮村流のこういう包丁もあります。はい、他の新品のものもあります。関心おありの方はぜひですね、概要欄をご覧になってご連絡くださればと思います。はい、ということでですね、今回の動画はこれで終了となります。見てくださってありがとうございます。はい、エンディングしたいと思います。私の動画を見てくださるあなたへ、この旅のご視聴をありがとうございます。今日もいい日でありますように。登録よろしくね。
はーい。また見てくださいね。